はい、こんにちは、勝間科学物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、食玩ミニプラ列車型 EX ハイパー列車帝王ですね。はい、見ての通り本体価格474円より70%引き、142円プラス税ということで、はい、親父がスーパーでね、買ってきてくれました。実際ね、あの未開封のが普通に4つ、これ同じように4つあるんですけども、安かったから買ってきてくれました。優しいですね。はい、ということで、こちらの定価はですね、まあ本体価格474円と書いてありますが、500円です、こちら。高い。500円が4つですから、2000円ですよね。今やもうやっぱ放送終了して、デラックスがだいたい2、3000円で売ってますからね。いやでもちょっとなんか特急車はね、集めようっていう気にならないんですよね。ミニプラでいいやって思っちゃって。ではちょっとね、今回これ作っていきましょう。初めてですね。はい。4種類。裏合体するとこんなになるそうです。はい。僕は、最初の方はね、特急車見てたんですけど、今なんかちょっと終わるまで最近見てなくて、ハイパー列車帝王なんてどこで出てきたのかちょっとわかんないんですけど、ここまでギリギリ見てました。この時まで結構なんかぐちゃぐちゃですけど、ここまで見てました。はい、ということでちょっと組み立ててみましょう。では早送りでご覧ください。どうぞ。すごいいっぱいある。ここまでできました。はい、とりあえずね、それでは組み立て終わりました。すごいシールの数、もう半端じゃないっす。シールの数半端ないっす、マジで。こんなにシールつけたの初めてです。いや、マジですごかった。作んのだけでもう20分ぐらいかかってます。いやー、久しぶりにミニプラ作ったら体力使った。ということでね、続けてね、この 2,3,4 も作っていきましょう。はい、それではね、ハイパー列車 B、組み立て終わりました。これはね、組み立てはすごい簡単だったんですけど、これだけなので、シールがね、やっぱりこう貼り付ける場所が多かったり、ここの溝の部分とかすごい大変で、もうめっちゃ大変でした。こんなに最近のミニプラ難しいんですね。はい、では次行きましょう。はい、徐々にね、簡単になっていくんでしょうね。もうめっちゃ簡単でした、これなんて。たったこれだけですからね。シールはここだけですから、もうこれで500円かって言われたら逆に謎なんですけど、まあ、簡単にできましたね。では最後、ラスト、D、いきます。やっと完成しました。これが D ですね。なかなかこれもシールが貼るのが多くて、結構手こずりました。はい、ということで、全部揃いましたので、ちょっと合体させてみましょう。これを、そしてこれを、はーい、これいやー、できた。すごい、超でかい、めちゃくちゃでかいです。めちゃくちゃでかいです。これですからね、このサイズですから、すごいでかい。結構重いし。それではこっからちょっとじゃあ変形させてみましょう。これを取る。そして、こうして、これを、うん。そして、このまま、ここに取り付ける。おお顔になった。そして手を、うん。出来上がり。おー、すごい、できた。一瞬だ。いや、これはすごい。いや、すごいすごい。はあ。かわいい。何もこう、
ハイパー列車からハイパー列車帝王に変わったところが、うん、こんだけっていう、スムーズですね、かなり。いや、いいわ。いいですね。自立めっちゃいい。これを、じゃあこの、これと比べると、あ、同じサイズですね。ちょうど大体同じサイズです。おー、すごいすごい。それでは、じゃあ、せっかくなので、何でしたっけ？ハイパー列車ターミナル。ハイパー列車ターミナルもちょっとやってみましょう。はい。じゃあまずこの状態から、これ A を取り外します。そして、先ほどのこの B。ああ。これも取って、そして、これを展開して、これを展開して、はい、展開して、そして、ここ、つなげると。ああ、はいはいはい。うわ、すげえ。あ、なんか、ポロポロする、ポロポロする。さすが、職場だ。ポロポロする。すげえ。超でけえ。めっちゃかっこいい。それでもうこれで出来上がりですね。はぁはぁはぁ。じゃあ、ちょっと、どっけてみましょう。できましたー。いやー、か、輝いてますね。これで、こう、あー、こ、ころ、ころり。こう、じゃ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 、ず、ず、シューって感じですか？ちょっと、あんま本編見てないんでわかんないんですけど、こんな感じですよね、多分。素晴らしい。それでは、じゃあ、最後。特急レインボー、特急レインボーをちょっとやってみましょう。特急レインボーはですね、こちらに別紙で特急レインボーへの変形合体と書いてあります。これをちょっと参考にやってみましょう。はい、全部ね、こちらの爪を出しました。はい、ご覧ください。わかるでしょうか。これにどうやら列車を積んでいくみたいです。そして頭のパーツはですね、なんかいろいろ取り替えたりして、こんな感じになりました。待機状態はこんな感じですね。これを立たしとくと、こう、画面に映らないですけど、こんな感じですね。全長が長い。はい。このですね、この図にある、ファイヤー列車とか、ビルド大王とか、そこら辺のが、持ってるんですけど、組み立ててなくて作ってなくて、こっちの下の方スカスカです。上だけじゃあこうやって写しましょう。上だけ写すとこんな感じです。かっこいいっていうか、なんていうか、ちょっと、スカスカしてますね。薄いですしね、まず。自分個人的には、ハイパー列車帝王の時が一番かっこよくて好きですね。うん。まあでも、すごい大きくて、壮大でいいですね。まあでも、これを定価で、全部それで2000円で買うのがちょっといいかというと、ちょっと、どうかなって気がしますけど、まあ、こうやってね、安く手に入れて、できるってことはいいですよね。はい、こんな感じです。まあ、手も動かないですからね、可動域が相当狭いですから、このまんまですからね。この特急レインボーは。はい。ということで、ちょっとね、難しい動画でした。個人的に初めてね、ミニプラを組み立てて、こうやるっていうのは初めてだったので、ちょっと難しかったです。他の方のね、有名な方の動画結構上手に作ってますが、僕の編集で我慢してください。ということでね、今日は初めての、はい、ミニプラでした。ハイパー列車帝王でしたね。はい。チャンネル登録、評価の方もお願いします。ではまた明日。